2024年7月26日に開幕し、3週間余りにわたって32競技329種目で熱戦が繰り広げられたパリオリンピック2024も8月11日に閉幕。このオリンピックで日本は金20個、銀12個、銅13個、全部で45のメダルを獲得しました。金メダル20個、獲得メダル総数45個はともに海外で開催された大会では過去最多。しかし今回のパリオリンピックは選手村やシャトルバスに空調整備がなく暑い。選手村のレストランの食事が野菜中心でタンパク質が圧倒的に不足している。トライアスロンのスイムが行われたセーヌ川の水質が非常に良くない、疑惑の判定が多いなど様々な問題が浮き彫りとなり、ネット上でも大きな話題となりましたが、オリンピック開催中に発表されたスポーツに関するある調査結果がオリンピック終了後もネット上で大きな話題になっていました。そのスポーツに関して行われたある調査では日本と中国が同じレベルだったそうで、この調査結果にネット上では日本はわかるけど中国も、これは信じられないと不思議がる声や疑問を呈する声が上がっているのだとか。そこで今回はこのスポーツに関するある調査結果について世界の人々の反応をご紹介しながら、オリンピックについて私スイが考えていきたいと思います。最後までどうぞよろしくお願いします。この動画が少しでも良かったなと感じていただけたなら、チャンネル登録と高評価ボタンをお願いいたします。それでは行きましょう。ネット上で話題となっている調査結果を発表したのは WADA。 WADA といえばドーピング。そう、ネット上で話題となっている調査結果とはドーピング違反率のことでした。WADAとはワールドアンチドーピングエージェンシーの略で、日本語では世界アンチドーピング機構と訳されています。そのWADAが発表した国別ドーピング違反率ランキングは次の通り。1位インド 3.2%、 2位南アフリカ 2.9%、 3位カザフスタン 1.9%、 4位メキシコ 1.4%、 5位アメリカ 1.2%、 6位カナダ 1.1%、 7位ロシア 0.8%、 8位ドイツ 0.3%、 9位中国 0.2%、 9位日本 0.2%。 WADAが発表したこのランキングには外国人たちから様々な声が寄せられていました。どんな声が寄せられているのか早速ご紹介していきたいと思います。中国が9位でロシアが7位。この検査結果って信用できるのか？このデータはドーピングを隠すのが上手い国と下手な国があるということを表していると思う。俺はドーピングをもみ消すために多くの資金を費やしている国があるってことを表しているデータだと思うけどね。各国のアンチドーピング機構なんて国が関わっているんでしょ？信用できる国とできない国があるわよ。日本人は正々堂々としていて不正なんかとは無関係って思う。だから日本のドーピング率が低いのはわかるけど、中国もって正直思ってしまう。ドーピングは心身を蝕むってことを忘れてはいけない。ドーピングによって精神のバランスを崩してしまい、最悪の結果を招いてしまうこともある。自分を壊してまで名声を手に入れても意味がないよ。今回発表されたWADAのデータは信じられないというコメントばかりですね。ドーピングの語源はドップというお酒。この酒は南アフリカの原住民たちが戦いや狩りを行う際、自分を鼓舞するために飲んでいたもの。スポーツの世界で最も古いドーピングはオランダで行われたアムステルダム運河水泳競技大会。1865年に開催されたこの大会では興奮剤が使用されたと言われています。その後主に共産圏でドーピングの技術が浸透していったのですが、これは第二次世界大戦後に痩せ細って収容所から戻った人々に筋肉増強剤を使用したことが影響しているそうです。1865年に開催されたアムステルダム運河水泳競技大会以降、自転車競技やボクシング、陸上競技などスポーツ界全体にドーピングが広がっていきました。
そんな中、1960年に開催されたローマオリンピックでデンマークの自転車競技選手が興奮剤を使用したことにより急性心不全となって死亡してしまいます。この死亡事故をきっかけに国際オリンピック委員会 IOC は禁止薬物リストを作成し、1968年に開催されたグルノーブル冬季オリンピック、メキシコ夏季オリンピックからドーピング検査を実施。しかしこの時検査が可能だったのは興奮剤などおよそ30種類の常習性薬物のみ。1950年代後半から乱用されていた筋肉の成長促進や筋力の増強などに作用するタンパク同化男性化ステロイド薬を検出することはできませんでした。オリンピックで初めてタンパク同化男性化ステロイド薬の検査が行われたのは1976年のモントリオールオリンピック。これ以降、医療機器の発達によってそれまで検出できなかった禁止薬物が次々に検出されるようになりますが、ドーピング検査をすり抜ける薬物も次々と生み出され、いたちごっこが続いているというのが現状です。ドーピングがスポーツにおいて厳しく禁止されるのは、ドーピングがスポーツマンシップやフェアプレーの精神をないがしろにし、スポーツを否定する行為であること、ドーピングが人間の心身に悪影響を及ぼし、時には死に至らしめる場合もあること、ドーピングによる薬物使用が蔓延するとスポーツ界だけではなく一般社会にも薬物の使用が広がり、青少年を含めた社会全体の問題となってしまうことなどが挙げられます。しかし、様々な問題が明らかになっているのにもかかわらず、なくならないドーピング。薬物を使用することは心身に悪影響を与えることが明白なのに、ドーピングに手を染めるアスリートが亡くなることはありません。WADAが発表したドーピング率には、かつて公になったドーピング事件についてもコメントが寄せられています。続けてそんな声をご紹介していきます。ソウルオリンピックの陸上男子100メートルで優勝したベン・ジョンソンが、ドーピングで金メダルを剥奪されたよね。あれだけすごい身体能力を持ったアスリートでもドーピングするのかと驚いたよ。ドーピングと聞けばソチオリンピックで行われたロシアの組織的なドーピングを思い出す。国が大きいとドーピングもスケールが違うと驚いたことを覚えているよ。組織的に行われればドーピング検査なんて意味がないものになってしまうと多くの人々がロシアの一件で思ったはずだ。国ぐるみだとドーピングはなかったことにされるんだ。かつて東ドイツではドーピングによって女性にヒゲが生えてたり、出産することができなくなった女性アスリートもいた。スポーツでの成功は経済的な豊かさをもたらす。しかしその成功がドーピングによるものならば、失うものも取り返しがつかないほど大きいものとなるだろう。90年代、中国の女子陸上チームのドーピングも話題になったよね。マー軍団と呼ばれてたチームの女子選手は中長距離がやたら強かった。マー軍団のドーピングはかなり後になってから世界に知られたけど、陸上関係者の間では声が女性とは思えないほど低い、女性なのにヒゲが生えてるって言われていたらしいよ。ロシアだけじゃない、中国だって組織的なドーピングをしてるさ。そして WADAは中国に対して目をつぶっている。前回の東京オリンピックの水泳で WADAが中国に飲み込まれてしまっていることがはっきりした。そんな WADAの調査結果なんて信用できないね。良い成績を残せばスポンサーも見つかりやすく、経済的なメリットを得ることができる。どうしても世界一という名声を手に入れたい。個人的に行われるドーピングはこのような理由から行われることが多いと言います。コメントにあったベン・ジョンソンは、もともと一流選手になる素質を備えていたと言われたアスリート。しかし彼の前に立ちはだかっていたのがカール・ルイスです。もう少しで栄光に手が届くのに。この考えがベン・ジョンソンを早く確実に成果を出すことができるドーピングに走らせてしまったのでしょう。世界記録を出すことによって選手が経済的なメリットを得る。これは資本主義的な考え方によるドーピングです。そして選手の経済的なメリットだけではなく、国威発揚をも目的としているのが国家が関わる組織的なドーピング。国威発揚とは外国に対して発奮し威勢を示すこと。プーチン大統領は2000年にスポーツでの勝利は100の政治的スローガンよりも国を団結させると断言しています。ロシアはソビエトの時代から東欧諸国と共に国家ぐるみでドーピングを行っていたと言われていますが、その証拠が示されたのは2015年。
ロシア陸上に関わる人々が組織的にドーピングを行っていたことが明らかになっただけではなく、ロシアのドーピング検査機関が1400以上の検体を破棄していたことも明らかになったのです。そしてロシアはソチオリンピックでも部屋の壁に穴を開け、事前に用意していた薬物に汚染されていない検体と大会後に採取した汚染された検体をすり替えるという大胆な方法で不正を行いました。また中国ではスポーツを世界的な名声と地位を手に入れる道具とし、政治的に利用してきました。オリンピックなどの大きな国際大会で選手たちが輝かしい成績を残せば、それが政権浮揚につながります。独裁国家ではスポーツは国威発揚や独裁者の政権維持に必要な道具となっているのです。そのために独裁国家では組織的で大規模なドーピングが行われてしまうことがあるのです。さて、2024年4月、アメリカのニューヨークタイムズが2021年に開催された東京オリンピック前のドーピング検査で、中国の競泳選手23人が陽性であったにもかかわらず、大会への出場が認められていたと報じました。中国の反ドーピング機関は、選手たちが宿舎で採取した食事に用いられた食材が持久力を向上させる作用がある禁止薬物によって汚染されており、それを知らずに食事を口にした選手たちから微量の禁止薬物が検出される結果となっただけのことで、何の問題もないとし、和田も知らず知らず汚染物質を口にしてしまった選手たちに責任はないとしました。しかし宿舎で提供された食事に用いられた食材が持久力を向上させる作用がある禁止薬物によってなぜ汚染されていたのかは不明なままで、解明されることはなく、和田がこの中国の競泳選手23人がドーピング検査で陽性であった事実を公表していなかったことから、コメントにあったように、和田は中国に対して目をつぶっている。前回の東京オリンピックの水泳で和田が中国に飲み込まれてしまっていることがはっきりしたと和田に対して不信感を持つ人も。この問題では独立検察官によって行われた調査においても不正はなかったとの中間報告書を和田が公表していますが、中国のドーピングを疑う人は多いようです。独裁国家であるロシアや中国のかつての行いから、和田が発表した検査結果にはやはり疑問の声が多く上がっています。最後にそのような声を中心に和田の検査結果に対するコメントをご紹介していきたいと思います。以前不正を行っていたから今もしているとは限らないけど、中国の競泳選手が東京オリンピックの前のドーピング検査で陽性だったと聞いたら、パリでもと思ってしまうよ。そもそも持久力を向上させる作用がある禁止薬物って簡単に食材に付着するものではないだろう。それでも何の問題もないとした和田を信用することはできない。中国には何の問題もない。中国に対して同じような姿勢を示した人物をどこかで見たことがないか？あるある！新型コロナウイルスが蔓延した時の WHO の最高責任者だ。ロシアはドーピングやウクライナ侵攻で国として国際大会へ参加することはできないんだよね。だからドーピング率も低いんじゃないの？中国の競泳の選手が私たちだけに異常な回数のドーピング検査が行われていると訴えていたけど、まあこれは仕方ないことよね。他に彼らがドーピングに手を染めていないことを示す方法がないんだから。アメリカの反ドーピング機構が禁止薬物に汚染された食材を食べたことによる陽性反応だとして、ドーピング検査に引っかかったアメリカの陸上選手をパリオリンピック2024に参加させている。アメリカが中国に対して文句を言う資格はないよ。日本だって隠すのがうまいだけかも。日本は不正なんかしないよ。なんて言ったって落とした財布がそのまま戻ってくるような国だからね。さて、日本は極めてドーピングが少ない国と言われています。日本のドーピングは成分の確認が不十分なまま、選手がサプリメントを口にしてしまう、いわゆる不注意によるものです。日本のスポーツ選手がドーピングに手を染めない理由の一つに挙げられるのが企業スポーツ。企業が選手を社員として雇用することにより、経済面で選手をサポートするのが企業スポーツの仕組みです。雇用という経済的に安定した形が取られることで、選手はすぐに結果を出さなければ行き詰まってしまうと焦ることがなく、アマチュア選手がドーピングに手を染めることを防いでいるのだそうです。そしてお天道様や八百万の神様がいらっしゃる国で育った日本人は、バレなければいいという考え方をしないもの。
それを愚直といえばそれまでですが、それが日本人らしさでもあるのです。さて、今回の動画はいかがでしたでしょうか。パリオリンピック2024はいろんな意味で私たちの心に残ったオリンピックだったと思います。皆さんはどんなシーンが心に残りましたか。動画の感想とともに、今回のパリオリンピック2024で皆さんの心に残った出来事をぜひコメント欄でお聞かせください。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いできるのを楽しみにしております。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。